朝霞沼と案内板付近朝霞沼は、福島県朝霞郡にかつてあった沼。14世紀頃までは、朝霞郡片平の朝霞山麓から日寄田までの7キロメートルほど続く、巨大な沼であったと伝わる。また、前田慶次道中日記によると、少なくとも1601年頃までは、周囲300メートルほどの沼があったようである。10万年ほど前、付近には、 氷山市から矢吹町まで広がる巨大な古代湖、氷山湖があったとされ、朝霞沼はその名残ではないかという説もある。花火、罪という植物が群生していたと伝えられ、古今和歌集、新古今和歌集、金曜和歌集の和歌にも、朝霞沼の名前が登場する。1689年には、松尾芭蕉が空と共に訪れ、花火、罪を探し歩いたと記録されている。その他、 花彌雅も自生していたようで、江戸時代に開かれた堀切勝負園のは、花彌雅はここから持ち込まれたとも言われている。また、付近には、オロチが暴れ回って、村々を荒らしたという伝説があり、鎌倉影正による大事の伝説が、豊影神社や大か神社に伝わるほか、日寄田町の蛇骨地蔵堂には、オロチが、さよ姫のほっけ行により昇天する伝説が残る。 現在は田畑や住宅地などになり、氷山市日和田町ねがらに沼の跡を示す案内板が立つのみである地図、ありがとうございます。